年越しそばってさ、どのタイミングで食べるの？年越す直後？そのタイミングがよくわからないので、今から食べようと思います。こちらです、どん兵衛どん兵衛天ぷらそばを食べたいと思います。年越しする前だけど、きっと年越しする前はね、食べれないと思うので、なんせ踊っていると思うので、なんせ踊ってんのか、とりあえず年越す直前は食べてる暇がないので、多分こちらはね、本日までバローさんとのコラボで、はい、なんかいろいろやってます。よろしくお願いします。バローさんのいろいろやっておりますので、どうぞお願いします。じゃあいただきます。私が今食べるタイミングはここしかないと思って、なので食べたいと思います。どん兵衛さんいろいろやってるので、ちょっとお行儀が悪い、揚げ気の悪いちょっとあれだったんですけど、夜あんのかな、あったらあったらいっぱい食べましょう。どん兵衛さんと本日までコラボなので、よろしくお願いします。いただきます。あかん、なんか思ったよりも長かった、もっと短いと思ったら長かった。いただきます。うん、いい音、おいしい。しっかりエビの匂いがしてくる。あかっ、うん、後乗せサクサクって書いてあるから後乗せした。美味しい。でもちょっとね、つゆがさ浸ってジュワサクがいいですよね。美味しいね、どん兵衛って。あかん、すいません、髪切っちゃいました。今日は長島スパーランドでカウントダウンです。
味濃いめ、ちょっと味濃いめ。ああ。もう長島いるのみんな、早早早。とても早いですね。なんかさ、ヒートテック着てくか悩むんだよね。リハするからさ、リハするとか言っちゃったんだけど、からさ、なんか暑くなるから悩んでる。リハしたら暑いんだよね。持ってくだけ持っていこうかな、着てかず。でもさ、夜寒いって言ってもさ、スガイたちこの服着ないからさ、衣装だから。あ、持ってったところで着れるのかって話なんですよね。大変だよ。一口がでかい。でかい？嘘。でも菅原って一口大きいですよね。口いっぱいに入れたくなる。ごめんね、汚くて。どん兵衛だよ、お昼は。これ何？普通盛りじゃない？なんかダイエットを始めて、これちょっとやっぱキャパがちっちゃくなった、胃袋のキャパが。あたまりますわ。いっぱい食べたいのに。
ブブか。アマゾンで、アマゾンとかで頼んだ方が早いと思います。本屋さんで探すより。食べんの早い。そうなんだ。このまま寝たい。このまま寝たいです。うん、食べてお眠りになりたい。なんかこういう優しい、優しいのに味濃いものって眠くなる率高い。もうない。みんなはスープ飲まない？から飲んじゃうんだけど。どうしよう。ライブ始まる頃に顔めっちゃむくんでたら。飲んじゃった。ごちそうさまでした。幸せ。幸せ。幸せですわ。皆さん55分になったら教えてくださいね。ごちそうさまでした。やばマジ食べるの早いんだよね。食べたくなっちゃうよね。でも一人でさ食べることが増えるとさ、なんかあの早くなりません？食べるの。一人暮らし。
してか。なんでだろう、なんで早くなっちゃうんだろうね。早く食べちゃうんだよ。もう無心で食べてるからかな。でも時間もさ短くなったよね。時間短かったりするよね。まあでも集中してる可能性はなきにしもあらず。大人になりたくないね。だってもうさ、ここでさもう終わっちゃうよ。いろんなことが今年やり残したことありませんか、皆さん。人と食べるとき早い、変わんない、自分で食べてるのと。でもなるべく合わせようって頑張る。こんにちは。ああ、みんないろいろあるんだね。やり残したこと。スガラは思い浮かばない。思い浮かばないぐらい多分あるけど、まあ。俺の人生続くから、まだ続くから、 OK ってカットでめっちゃいいように言ってる。次が私はあるので、たまや、そういうことにしときます。ちら、ね、来年立つってどんな感じなんだ。立つってよし、こんな感じかな。どういうこういうのでなんかわかんないわ。手がちょっとわかんないっす。こんな感じに立つって。でもさ、なんか同級生はさ、大体の人がさ、何うさぎ年じゃん。だからさ、ウサギの方が可愛いじゃんってめっちゃ小学校の時とかめっちゃ思ってた。今はどうでもいいんだけど、なんか昔はウサギの方がいいじゃんって、別に選べるもんじゃないんだけど、ウサギ年の方がいいじゃん、可愛いじゃんってめっちゃ思ってた。全然選べるわけじゃないんだけどね。ねえ、ウシトラ次はさ、ネズミ？え、違う。
ミーってなんだっけ、ウシトラフタツミ、ヘビ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 もなんか別に可愛くないじゃないですか、可愛くないとか言っちゃった、ヘビじゃないですか、だからさ、なんかじゃあウサギがいいみたいな。わかる？ちょっとわかんないかもしれないんですけど、ちょっとわかんないかもしれないんだけど、なんかそういうさ、小学校とかってやっぱ可愛いとかがさ、そういうなんか可愛いみたいなで振り回されるさ時期じゃん、可愛い可愛くないみたいな。いや、かっこいいじゃなくて、そのちっちゃい時ってやっぱ可愛いの方が嬉しいじゃん、その女の子は。わかんない、菅原はそうだったの、だったから可愛いが良かった思い出があります。だからあとなんかその星座とかもなんかヤギみたいな、ヤギなのみたいな、もっと可愛いのが良かったなみたいな、なんか双子座とか、わかります、可愛くないですか、そういうのが良かったです。え、何？なんかいい、可愛くない？水瓶座の方が。ヤギ？ヤギって言ったらさ、もうあのヤギしか浮かばないからさ。双子座っていいよね。だからなんか辰年でヤギ座みたいな、なんか絶妙なラインみたいな、なんかそれでこそさ、なんか昔もさ、なんかその星座占いとかのさ、なんかキャラクターとかもあるじゃないですか、なんかそういうイラストとか見ても、そういう双子座とか天秤座とか水瓶座、そっち系が可愛かった記憶があるの。だからなんか、まだそう、お羊座とかだったらいいんだけど、なんかそういうのも影響されてるんだと。今はマジ何でもどうでも、何でもいいんだけど、今はマジ何でもいいんだけど、昔はそういうのがありましたね。みんなともさ喋れるの、これが最後かもしれないのに、まあ多分最後じゃないんですけど、頑張って隙間時間見つけてやるんですけど、今日もできる日を、時間を見つけて、最後かもしれないし、最後じゃないか、なんかメイク時間の隙間とかでできるかな、あったらメイク時間とかの隙間時間にできたらやりたいねっていう、カカ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 願望です。まあでも良いお年をかはまだ分かんないから言わんとくね。え、分かんないんだったら言ってけよ、言っとけよって感じなんですけど、分かんない
時ほど言っとけよって感じなんですけど、鼻がゆなんで。じゃあみんな見に来てね、絶対に。でもなんかまだ2023年が終わるとは思ってない。まあまだ終わんないから、まだ終わんないからっていうのもあると思うんですけど、なんかそんな感じがしない。だってまだそのなんか年越しそばという名のどん兵衛を食べたけど、なんかまだ年末感ないもん。なんでだろう、本当に今年マジで年末感ないんだよ。マジで本当に今日が2023年の最後だとは思わない、だとは思わないんだよね。でも年越してもなんか2024年か。えでも分かんない、ライブしたらまた違うかも。長島確かに着いたら実感湧くかもしれないけど、今マジで実感ない。そう、日常だよね、分かる。でもさ、テレビ見てないっていうのもあると思うけど、テレビ見たら感じるかも。あとお店やってないとかお店やってないとか見たら、まあ年始だなって。てか年末ってあんま感じないかもね。年始は感じても、花火はさ盛り上がるとしてもさ、なんか実感は湧くかなって感じ。実感は湧くのかしら。って感じですね。お正月はたくさん感じると思います。え、なんか冬にね、花火したことあるんだけど、なんか宮城にいる時なんだけど、宮城にいる時にね、花火やったことあるんだけど、学生時代で。なんかもうめっちゃ雪降ってる中花火やったから、全然花火つかなくて、なんか無駄な時間過ごした記憶があります。でもさ、打ち上げ花火とかさ、もう関係ないじゃん、上手じゃん。ああいうのってちゃんとさ、職人さんの技じゃないですか。でもさ、菅原たちはさ、手持ち花火でやったからさ、あんなもうさ、ろうそくにさ火つけたら終わりなわけよ。もう風が吹雪いてる時にやったから、火がまずつかないんですよ。でも楽しかった、冬の思い出でした。だから着いた時の、一本ついたんですけど、一本ついた時の喜びはえげつないぐらい嬉しかったですね。とても嬉しかったです。みんなも冬にやってみてください、花火。でも学生ってさ、こういうこと多くないですか。そんなアホなことやるのみたいなことをさ、学生のってやりますよね。だからもっとさすがら普通のさ高校生やってたらさ、なんか黒歴史になるようなこともっとやってたと思う黒歴史になるようなことをもっとやってた気がする。勝手にそう思ってる。逆に乾燥してて危険だと。
宮城は乾燥してませんでした。宮城はね、でもこれがマジでなんか今実家にいたらマジでまだこの時間寝てるんだろうなって思う。で夕方ぐらいに起きて、ああ年末年始か、あ年末かってなってご飯食べて紅白でも見るかってなってる。あとなんかよく再放送されるさドラマとかを見る。ちょっと早起きしてっていう感じの年末だったと思う。実家にいたら再放送するじゃん年末年始って、一挙放送みたいな。なんかそういうの ビバントって何？わかる。再放送ってなんか見ちゃうよね。わかるわかる。スガラがの記憶に残ってるのはめっちゃアマちゃんを見た記憶がある。アマちゃんを年末年始にめっちゃ見た記憶がある。笑い番組ガキツカぐらいじゃない。だから年末はガキツカしか見てなかった。ちょっとか年始はあんま基本的に年始もなんかそういう再放送ばっか見てた記憶ある。でなんかさ正月特有のあの CM 流れるじゃん、あれ見て最低最低なんだけど早く終わんないかなって、この CM 早く終わんないかなって思ってました。おつです、こんにちは。って感じかな記憶は。でもお姉ちゃんが見たいテレビが流れてたって感じ。お姉ちゃんが見たいテレビを見てたって感じです。で菅原は DS とか DS とかしてた。初詣とか行ってましたよ。初詣とか行ったりしてた。いやお姉ちゃんには逆らえないから、普通に逆らうけど逆らうけどね、逆らいにくい人間ですわ。何してたんだろう。だからお姉ちゃんが見たくない、あの見るときにない、お姉が見ないときにあの見計らって録画してた。なんかそのお姉が見てる時に例えば被ったりするんですよ。それでこそ一挙放送とかがあったらそれを録画して後から見るみたいなって感じです。って感じです。でもおばあちゃん家とか行ったりしてたよね。
おばあちゃんち、おばあちゃんち行ったりしていとこと会ってたりしましたね、昔は。いやだからその楽しかったっていうのもある、そのいとこたちと過ごしてたから、なんかそんなテレビ見なくてもみたいな、まあ、見たいけどね、もうお年玉はもらえないからさ、今年は会う日がないので、だからそう年始に、だから年末ぐらいから年始とかに行って、そのおばあちゃんが作ってくれるお餅を食べてましたね、過去はもうないんですけど。実はもうないんですけど、お餅つきがね、そうだからいとこもばったり会えてびっくりしたから、でその割とこの前会ったいとこはその実家に帰ってきて、その帰ってきてそのお姉ちゃんとそのいとこ2人と4人でよく会っ、お姉ちゃんが帰ってきてたらその4人で一緒に会ってご飯食べることが多いですね。これ年に一回は必ずあるから、お姉ちゃんに誘われて行くって予定があったら行きます。 でもなんかいとことのツーショットなんてあんまさ撮ってもらうことないからさ、いとことのツーショットを撮ってもらったんだけど、なんか私って顔ちっちゃいんだなって私って顔ちっちゃいんだなって思いました。なんかその前もこの話したかもしれないんだけど、なんかいとこがその本当にあの中で会えたのも奇跡だけど、この顔の比率が奇跡だよねっていとこが言ってきたんですよ。いとこが LINE でなんか私たちのこの顔の大きさの比率が奇跡だよねってその LINE してきて、その写真と一緒にそう行ってきて、菅原もよく見たら、わあ本当だーって本当だーってなりました。否定はしないです、ちっちゃかったんだもん、いとこよりは。でもっていう最後の、もしかしたら最後になるかもしれないこのショールーム最後こんなことを言って終わりたいと思います。まあまたどこか2回目3回目があったらぜひお会いしましょう。ってことで見てくださりありがとうございました。また会える予定ではある、会える予定だとある、ある予定はあると思うから会いましょう、また後で。って言って昨日もまたさ寝落ちしてたからさ、ちょっともしかしたらなるかもしれないんだけど、今日はもうずっと今からずっと起きてるから、基本的にはもうさ年明けるまで起きてる予定だから、会えることを楽しみにしてます。じゃあね、長島で会う方は会いましょう。じゃあ後でバイバーイ。深夜は無理です、カウントダウンがあるのでごめんね、バイバーイ。でも一応もしかしたら最後の人もいるかもしれないから、良いお年を、来年もよろしくね、バイバーイ。